一方ですね、じゃあそのまずそのトリプル F でどんなことができるのかということをですね、もう少しだけちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、まず図像やテクスト画像の比較とアノテーションということが、まあ基本的には、例えばその一つのサイトで、あるいはデジタルアーカイブでトリプル F 対応コンテンツを公開して、それで自分たちのコンテンツをより便利にしよう、よりリッチにしようという場合に、今できることの代表的な例としては、この画像や図像の比較とアノテーションということが挙げられます。で、そういったことをですね、ちょっとまあ一生懸命やってみているのが、ちょっと私のプロジェクトでいくつかその例をご覧いただくことができますので、ちょっと2つほどご紹介したいと思います。で、1つはですね、図像データベース。仏典の図像で、仏典というかその、仏教の図像、アイコンのデータベースですね。それからもう一つはいわゆる大蔵経、仏典の草書のデータベース。という二つのものがトリプル F コンテンツとして公開されておりまして、まあ、合わせると28万件の画像が今トリプル F 対応で公開されております。でこれですね、ちょっと具体的に一個ずつご覧いただこうと思ってご用意したところなんですが、こちらがその、サット対象像図像データベースというものなんですが、これその大きなマンダラ画像がありまして、これこうやってこの拡大縮小をして見ていくことができるわけですね。まあ、こんな感じになります。で、一方、このここにそのアノテーションをつけることができるようになってまして、まあ、例えばここがこういうふうに何であるかというのを見ることができるようになっている。で、さらに、このそれぞれのタグは、クリックできるようになってまして、例えばこれポチッとクリックすると、そのキーワードで検索ができる。で、検索されると、それぞれのページに付けられているタグの対象になっている部分が切り出されて、このように表示されるようになっています。で、さらにですね、いわゆるレスポンシブデザインというやつではないので、この画面が小さくなった時にうまく表示されないんですが、まあなんとかなりました。よいしょ。で、これでですね、タグのリストの表示ができるようになってまして、例えば、ここからだと見えないですね。すいません。例えばですね、この辺にこの、いろいろ、いわゆる付けられているタグがリストされています。で、ここで、一つタグをクリックして、クリックすると、この検索キーワードのところに入るんですね。で、それをですね、検索すると、今度はその円髪を持っている仏様の図が表示されるというふうになるわけですね。で、これをさらに、例えば、まあ、ちょっとチェックマークを入れていくと、このいくつかこう気になるものにチェックマークを入れていくわけですね。よいしょ。で、これで例えば後ろの方はカラーのものが入っているので、後ろの方に行って、こうちょっとクリックしてみるわけですね。で、これでカートにいくつか並ぶので、ここで並べて表示ボタンをクリックすると、こういう感じになります。こうですね。で、これ、まあ、要するに、並べて比較して表示できる。もちろん、これ、ここでひっくり返したりすることもできるわけですね。これは、先ほど、スチュアート・スニードマンさんが紹介していたミラドーというビューアーを使っています。そのミラドーというビューアーの機能を使うとですね、このアノテーションを表示する。それからこうやって並べて表示する。これ並べて表示するのはもちろんこれそれぞれのウィンドウでそれぞれ拡大縮小できます。こういうことがですね、まあ、割と簡単にできるというか、トリプル F の規格に従って公開するだけでこういうふうなビューを得ることができるようになっています。これはその今まではこういうものを使えるようにするためになんか一生懸命お金を使ったり、その時間を使ったりし、新しいシステムを毎回開発してたわけですが、これがですね、このトリプル F の規格に従うだけで、こういうふうなものが作れるようになる。
で、これさらにこの県っていうのをクリックすると、今度は県がこうやって検索されるわけですね。で、そのページに行こうかなって思ったら、こうやってそのページ番号をクリックすると、まあ普通にこういうふうに見ることもできます。こうですね。まあ、これだけでもですね、結構その、今までいわゆる絵引きデータベースとか言っていたものが、もう、その、いちいちいろいろ開発しなくても、FFF に対応する、この書き方をしておくだけでできるようになってしまった。というところがですね、まあ、実はその、私、95年からウェブの開発にちょっとずつ関わってきているんですが、まあ、すごく衝撃的なわけですね。まあ、でもそれだけじゃなくて、まあ、他にもですね、いろいろございまして、その中でもう一つちょっとご紹介しておきたいのは、その図像の、図像だけでなく、そのテキストのアノテーションの方ですね。で、テキストのアノテーションの方はですね、こういうサイトを今作っております。これは、東京大学附属図書館のコンテンツなんですが、これ例えばそのちょっと検索してみると、こうやってそのリストが、候補が出ますので、適当にクリックして検索すると、こういうふうに表示されるわけですね。で、例えばこの、ちょっと、1巻と2巻気になるので、並べて見てみたいと思ったら、ちょっと2つクリックして、こうちょっと待ってますと、じわーっと出てきまして、こういう感じになるわけですね。これで2つ並べて、比較してみたりすることができる。まあ、ここまではもちろんいいんですが、これもちろんこのですね、ハセマ画素で撮影してますので、まあ、結構高精細です。で、一方ですね、まあ、それだけではなくて、どこ行ったかな。よしよしよし。この2巻の方なんですが、この2巻の方にはちょっと、半本として問題が、すりの問題がありましてですね、これをですね、ちょっとこの、次のページを見てみると、ここに空白があるんですね。空白。この空白。これです。この水色で囲まれている空白がの部分があります。これやはりですね、なんでここ空白なんだろうって気になるわけですが、これをこの、ここにこういうふうにアノテーションつけている、つけることができますので、こうやってその空白にカーソルを合わせると、これはどうなっているのか。他の半本、まあ、他の半本だとどういうふうに書かれているかとか、あるいはその、これ宮内庁、書陵部の草案一切経で同じ本の、違う版の同じ箇所が公開されてますので、これをですねリンク貼ってあるんですね。でそうするとこれを、ウィンドウで開くと、まあ、こういう感じで今度はその、宮内庁書陵部草案一切経の当該箇所がですねこういうふうにこう表示されるわけですね。そうするとここにこの出生及び成就のこの最初の4文字が消えているっていうことがわかる。まあ、分かるというか、要するにこういう情報を簡単にっていうかですね、まあ、こういう形で共有できるわけですね。まあ、これ簡単にって、その特に技術系の人はそんなの当たり前じゃないかと思うかもしれないんですが、こういう資料をきちんとした手続きを経てずっと見てきた方々、あるいはそのこういう、まあ、こう図書館の方が多いので、そうするとその、閲覧させる側の、閲覧手続きを受ける側の立場として考えていただくと、すごくよくお分かりになるかと思うんですが、この東京大学附属図書館の、まあ、準貴重資料みたいなものと、宮内庁書陵部の、11世紀に印刷された版本の資料を見せてもらう、この2つの作業がですね、このプレゼンの間に一瞬でできたわけですが、これがそのどれぐらい本当は時間がかかるか、しかも並べてみることはできなかったんですね、今まで。できないですよね。まあ、そういうようなことが、まあ、今できるようになってしまっている。これ、まあ、FFF だけの話ではなくて、まあ、画像をちゃんと公開するっていうことは全体のメリットでもあるんですが、まあ、しかし、それですね、FFF を使うと、こういう感じで、その汎用ツールを使って簡単につなげることができる。そこまで、だからちょっと FFF の話は行き過ぎな面がありまして、ちゃんと公開したらこういうふうになれるという話になってるわけですね。あと、じゃあもう一つここで皆さんにご注意いただきたいのは、今日の話の中で少しだけ出てたと思うんですが、じゃあFFFに対応すると全部オープンにしなければいけないのかと心配になれる方結構いらっしゃると思いますが、そうではないです。FFFはオーセンティケーション API、
まあ、日本語で言うとその認証のため の、このインターフェースというのを、インターフェースって日本語じゃないんですが、あの認証のための仕組みというのを、用意しております。あのそのなんか全体の企画の中には用意しています。ですので、一応そのパスワードをかけて見せたい人だけ見せるという機能も用意してあります。ですから、例えばそのこういうふうにリンクしたときに、リンク先は見せたい人だけ、まあ、というかこう許可をされている人だけが見えるというふうにすることもできます。ただ、それでも、そのいちいち行ってみなければいけない状況とか、あるいはそのこうやってリンクされずにその場を毎回あちこち探さなければいけないという状況に比べたら、全くその、状況としては違ってきますので、やはりですね、そこのところにトリプルアルフの大きなメリットがあるというふうにお考えいただいて良いかと思います。そしたらあと27分ぐらいなんですが、このお手元の資料を見ていただきますとですね、そういったものが、典型的な絵としていくつかご用意されておりますので、ご覧ください。それからですね、もうちょっとデモ続けますと、このデータベースはあの単に画像を見るだけではなくて、テキストともこういうふうにこの並べてみていくこともできるようにしております。でこれで、一応ですね、この縦書きのテキストと見比べながら、こういろいろ読んでいくということもできるようになっております。でこれがですね、さらにこのこっちのテキストの方はこの半分そのものではなくて、別な本からの、あの活字の本から、あの肯定テキストとして一応作られているものなんですね。なので、これその同じ画像とあの同じそのテキストデータベースの対象になっている、テキストというかそのページ画像ですね、それとも一応このこうやってこの比較できるようにしております。こうですね。でこれとこれこうやって比較するとですね、ちょっとこれとこれがこっちが2と1になっているので、多分下の方に2があるんだと思いますが、まあ、こんな感じで見られるようになっております。でその一応ページ単位では対応するようになってまして、こういうふうな感じですね。でそれで、じゃあ次に行きましょう。よいしょ。それからそのハーバード大学でもですね、あのトリプルアイフで同じ半本の違う3のものを画像で公開しているので、それをこう持ってきてあの比較してみるというようなこともできます。でこれで比較してみたらですね、なんとこの、東大の方の本はあの落丁があるということが分かってですね、なんかこのまあ分かったということは、しかしのハーバード大学も同じ本を同じトリプルアイフ企画で公開しておりますので、そうするとこのなんかまあ一工夫するとですね、この東大の本を見ていきながら足りないページはハーバード大学の本で補うということもですね、テクニカルにはできますので、まあ、いずれそういうこともしてみる予定です。もちろんその際にはこのページはどこから来ているのかというのを明示しながら、もちろん行うことになります。で、それからちょっとテキストデータベースからのリンクという話もあるんですが、これはちょっとあのややマニアックすぎるので、お手元の資料を、ご関心ある方は見ていただいて、あと質問等していただければと思います。で、まあ、特にテキスト研究においては、まあ、このような感じでいろいろ可能性がございますというところをちょっと書かせていただきました。でそれからですね、あとまあちょっといくつかの、機能としまして、というかその使い方としまして、ちょっとご紹介しておきたいのが、一つはですね、この先ほどの話の中で、その、特にそのスチュアード・スニードマンさんの話の中で、その画像をですね、あの一つの西洋写本 の、あの切り取られたあの挿絵のところ、あのミニアチュールのところが、別な機関から持ってきた画像をはめ込むことができるというものを提示していらっしゃいましたが、同じ技術を使うとですね、まあ、こういうことができます。こういうことってどういうことかというと、まあ、こんな感じですね。これ国会図書館の百鬼夜行絵巻なんですけど、この画像ですね、あの国会図書館では1ページずつ公開している、あ1ページじゃないですね、そのあの長いものなのであのバラバラにして公開しているわけですね。
で、このバラバラにして公開したものを、公開されているものを、このトリプル F の企画にうまく乗るとですね、その、まあ、こういう感じで、このビューアー上で、このビューアー上でつなぐということができるようになります。で、これはその、まあ、どちらかというと、その、なんというか、研究者にとって嬉しいというよりは、むしろその、公開する側にとって嬉しいというかですね、その横に長い巨大な画像を公開するのってすごくその、サーバーに負荷がかかって大変なんですが、そういう時にですね、この分割した画像を一個ずつ公開することができる。そうすると、その見ている場所だけうまくあのサーバーから送信したりといったことがすごくやりやすくなりますし、サーバーが持てる画像の大きさっていうのも制限があります。で、それにも引っかかりにくくなるというようなことで、まあ、ちょっと、便利な使い方というか、そのトリプル F の、自前で自分のところで公開するときのメリットの一つというふうに見ていただけるかと思います。で、それからですね、で、その画像、このミラドっていうビューアーは画面をいくつ、まあ、かなりたくさん分割できますので、例えばこの横に長いのをこうやって、1箇所ずつ拡大しつつ、さらにその、まあ、こんな風にですね、4分割にして、さらに拡大してみるとかいうこともできます。ということですね。